はい、ブンカラです。やっていこうと思うんだけど、スキンがさ、デフォに戻ってんだけど、なんでこれまあいいでしょう、たまにはこのスキンでも。で、前回、まあお豆腐ができたわけなんですけども、このマイクラ自体のね、こともやっていきましょう。このスポナーをせっかく見…あ、ご飯せっかくこのスポナーを見つけたんで、ちょっとスポーナーでトラップを作ってみましょうか。レベルもね、今すごい溜まってるんで、ちょっと作りたいな。あとエンチャント、今このレベル46レベルあるんだけど、死んでしまうとなくなってしまうので、死ぬことも考慮してですね、エンチャントできるようにしようか。まあ、じゃあまずエンチャントできるようにしよう。ダイヤのツルハシ、これを作ります。よいしょ。そして黒曜石、黒曜石を取りに行きたいと思います。これが黒曜石です。ダイヤのツルハシで掘れるんだけど、掘るのにすごい時間がかかります。こんな感じで、おっ、マジでマジで流れちゃった。普通の石はこれぐらいで掘れるんだけど、黒曜石はね、すごい時間かかるんですよ。多分これも下のマグマに落ちると思うんだけど、こんな感じで。で、これ面白いもんで、水をこう流してやると、溶岩に水が当たればできるっていうよりも、この流れている溶岩に当たると丸石になってしまうと。でも溶岩源に当たると、こういう風な黒曜石になるんですね。要は源流に当たると黒曜石になるみたいな感じかな。さあ、取れねえよくれよ黒曜石、俺に。よいしょ。じゃあちょっと掘ってみよう。よし、とりあえず必要な個数は揃ったと。あとここはブランチマイニングを教える場所ですね。ブランチマイニング、うん、今文字で説明が多分出たと思うんですけど、ブランチマイニングとはそういうことですそういうことです。よいしょ。よし、じゃあやっていこう。まずサトウキビを、3つ並べて紙にします。で、紙とこの皮、動物から取れる皮で本ができると。よいしょ。で、よいしょ。黒曜石をこういう風に並べてダイヤモンドを置くでしょ。で、上に本を置く。するとエンチャントテーブル、エンチャントテーブルっていうのができます。で、このエンチャントテーブル、とりあえずこの辺にトンって置くと、これこういうツールを強化できるものになります。で、ここにちっちゃく書いてある254、これは必要なレベルの数ですね。で、この周り、あ、投げちゃったこの周りにこう一マス開けて本棚を置いてやることによって、このエンチャントが強化できるようになるというわけですね。よし、じゃあちょっとやってみよう。ダイヤをね、使っていきますよ。よいしょ。さあさあ、今ね、レベルがたくさんあるんで、ダイヤの剣をエンチャントしてみようと思います。で、マインクラフトの 1.7 なので、何の効果がつくかはちょっとやってみないとわからないと。ドン。これで虫特攻とノックバックっていうのがつきました。このノックバックっていうのは、敵を切った時に敵を吹き飛ばす力かな。よし。で、ダイヤのツルハシ、ドン。お、効率強化2。この効率強化っていうのは掘る時間が短縮されます。よし。あ、なんか鬼超えてる。よいしょ。じゃあ試しにやってみようか。まず普通のダイヤのツルハシで掘るとこんな感じで、この効率強化されてると、この違いわかるかなズッタンズッタン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 、こんな感じですこの効率強化もその3っていうの
効率強化3とかつくとさらに速くなったりします。よし、じゃあトラップタワー作っていこう。さあさあさあ、果たしてうまく作れるんだろうか、不安だね。よし、じゃあやっていきたいと思います。あとちなみに僕もそんなに詳しくないので間違ってたらごめんなさいで、なんか方角とか関係あると思うんですけど、今回は方角は気にせずにやっていこうと思います。じゃあこの下も掘っていこう。水流を伸ばしてやればいいのかな。これで大丈夫かな。じゃあとりあえず松明を外してよっ。痛い、痛い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 、待って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 、ちょっと待って、すごいかっこいい装備じゃん。ちょっと待って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 、まだ早いまだ早い、ちょっと待って待って、もうちょっと待って。あー、生まれてる。いて、どっから撃ってきた。あー怖いよ。とりあえず水を流していこう。よし、これでいいはず。あー、生まれてる、痛い痛い痛い。で、ここを閉めてやるととして、あ、もう降りてきてる。こんな感じでどんどんあっちから送られてくると。さあ、他の人たちは来ないのかな。あ、来た。めっちゃ当たんの？嘘でしょ。あー、やべえ、当たる。こうやって倒していけばいいんだよね。ちょっと修正してみよう。説明が不十分だったと思うので、同じもの作ってみました。クリエイティブモードっていうので作ってあります。じゃあちょっと試しにやってみます。さっきのこのスポーン部屋、ここにスポーンブロックがあると考えて、この中でスケルトンがこうやって生まれるでしょ。生まれたらこういう風に落ちて、看板を床だと思ってここに落ちて、一マス空いてることによって窒息せずにこうやって上がっていきます。こうやってどん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 、この敵は水の中に入ったら上に浮こう浮こうとするので、その性質を利用してこうやってどんどん上げていくと。そしたらこの上まで来た時にこっちに流れる、落ちる、でここでダメージをある程度食らうっていう、この高さがちょうど21.5マスの高さなんで、こうやって殴ってやればすぐに死ぬんです。例えばこの弱い木の剣でやってやれば一撃で全部こうやって倒れていくような感じですね。これを作りました。でそれを元にできたのがこれです。これで今あっち側で生まれて上がってってここに落ちてくると。でここにはホッパーっていうのを用意してあります。このホッパーっていうのは上に物が入っていくと
この下のもの下に送るっていう力があるものですね。だからこの中に例えばボートを1個入れてやると、こうやって下にどんどん入っていくと、もうすでに結構入ってきてはいるんですけども、こういう風に落ちてくると、いやー疲れた、いい仕事できたんじゃないか。よし。あ、ちなみにこのレバーはこの先のゲートにつながっていて、スポーンブロックってある程度敵がいたら湧かなくなるんですけど、敵を貯めてこれ以上湧かないようにっていう風な意味のあるレバーです。では今回は、スポーンブロックを使ったトラップ紹介でした。